こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は、カート取得の方法ですね。在庫の回転率ということについてお話します。これ日本の Amazon のセラーセントラルの画面なんですけど、こういうふうにね、商品数が、2000ユニットに制限されていると。標準サイズ2000ユニット、大型サイズ500ユニットに制限されている。これ11月4日より在庫保管制限数を見直しておりますと。ホリデーシーズンに向けて、たくさん商品が入ってきてね、商品が受けられないということがないように、あんまり回転してない人の在庫の数は減らされます。で、これどういうことかというと、やっぱりね、アマゾンもでかい倉庫持ってますけど、売れるときにね、たくさん商品を入れときたいと。そうすると、まあ、たまにしか売れない商品をたくさん預けてる人が、ちょっと厄介なんですね。まあ、これ Amazon、やって目利きができるようになってくると、まあ、たまにしか売れないけど儲かる商品をとにかく Amazon に入れとくというのが一番、効率よく楽に儲かる方法です。資金と目利き力さえあれば、まあ、これが Amazon の FB を使った転売の王道なんですけど、ただこのやり方を Amazon されちゃうとですね、1年に1回しか売れない商品とかね、在庫、倉庫、埋まっちゃうのはもったいないということで、いろいろこの対策をしてきてます。ですんで、その対策に、その対策の対策ですね。FBA のその、倉庫の制限の対策。そのために、売れる商品を売るというのがあります。その売れる商品を売るって当たり前なんですけど、何言ってんだって感じなんですが、普通に儲かる商品以外に、売れて、回転率を上げる製品を売るという必要があります。これどういうことかというとですね、Amazon が言ってるこの、在庫保有保管制限の上限を増やす方法というのが、売れた数 ×12÷6、つまり、2ヶ月分の在庫を置いていいですよという形で言ってるんですね。ですから、この2ヶ月分の在庫以上、ね、置いてる方は、あんまり売るなと。ね、倉庫の無駄だからあまり送るなと言ってるわけです。ですんで、半年に1回とか3ヶ月に1回とかね、ぐらいしか売れないけど儲かる商品を結構持ってると。あるいは、1ヶ月に1回しか売れない商品が中心ですと。ね、毎月100個も200個も売ってませんって方は、あまり儲からなくてもいいんで、毎月、何十個あるいは100個とか売れる商品を見つけてですね、その商品で、取引件数を伸ばす。そうすると、月間販売数はですね、伸びていくわけですね。つまり、1ヶ月に100個売れる商品を50個ずつ入れれば、その時点で、在庫の余裕ができてきます。で、この在庫の余裕ができてくる人っていうのは、いい出品者だというふうに Amazon が理解しますんで、その方にはカートを取らせてもっと売らせようという形にもなります。Amazon がどういう事情か。当然、倉庫はね、無制限にはないんで、まあ、アマゾンにいいお客さんを連れてきて、たくさん手数料を落としてくれる人に、まあ、カートを取って売ってほしいと。ね、手間かからず手数料をたくさん落としてくれて、購入者からのクレームも出ないという出品者が望ましいわけですから、そういう出品者になるためには、回転率を上げる商品っていうのをちょっと意識して混ぜていった方がいいというのを、覚えておいてください。またこの辺のバランスについてはですね、加減が難しいんで、実際に、今取引件数いくつですと、いくらぐらいの売上ですというのをね、おっしゃっていただければ、また、アドバイスさせていただきますので、ご質問ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。